はい、どうも、エキゾチック堀田です。今回は、うちにいてるアジアアロワナですね、化石人のアジアアロワナにご飯をあげていく動画を作っていきたいなと思います。今回あげていくのは、この子結構ね、人工飼料とかあんま食べないんで、今回はちょっとまあ脂肪太りの原因となるミルワームですね。ミルワームは結構ね、アロワナの中でもよく食べられるというか、このアロワナが好む餌なんで、そのアロワナの餌とかでミルワームを今回あげていきたいなと思います。はい、じゃあ今回あげていくミルワームなんですけども、よくこうホームセンターとかショップで売ってるミルワームとはちょっと違って、ジャイアントミルワームっていう種類のミルワームになります。で、結構こうサイズの大きさはこんな感じで結構大きいですね。こんなぐらいの大きさになります。で、あんまりこうね、こうアロワナにあげすぎると脂肪太りの原因といいますか、結構脂肪がこうつきやすいんで、一応アロワナにあげるときはあんまりこう何匹もあげるわけじゃなくて、ちょっとね、数匹、まあ、頻度も結構調整しながらあげていきます。まあ、アロワナ基本昆虫食とか、あとは小型の魚も食べるんですけども、まあ、そのミルワームとかの場合は結構ね、その痩せていたりとか、あとは、あれですね、まあ、ご飯あんまり食べてるか食べやんかったりとか、そういう時にまあミルワームとかあげていきます。この子結構ね、拒食気味っていうか、そういう時もあるんで、今回ミルワームをあげていきます。で、まあ、ミルワームあげる時に、まずは、この上のところからいつも上げていくんですけども、この上の上げるところ、まあ、蓋がここだけ開くんで、ここからまあ基本的にミルワーム入れる形になっています。では早速ちょっとね、ミルワームの方ね、入れていきたいと思います。じゃあ入れていきます。でも見てるんで結構、まあ、こんな感じで野生下でも基本的に水面に落ちてきた魚とか、あ、落ちてきた魚じゃない、水面に落ちてきたまあ虫とか、あとはそういうね、なんかその小型のまあ生き物とかを口にまするって形になってます。で、基本的にアロワナは中層から高層のこの辺りにまあ生息して、生息っていうかまあ水槽内にいてて、で、そんな感じでまあ上に落ちてきたものを基本的にパクって食べるような形になってます。ちょっとまあ見てるんで、結構10滴ぐらいあげてみたいなと思います。こんな感じで、出てくるとこ大体覚えてるんで、こんな感じですね。ミルワームはね、あんまり上げすぎると良くないと言われてるんで、ここまで上げていけないですけど、上げていけないことはないですけど、まあ、初食気味とか痩せてる時に結構上げるとね、太りやすくなるといいと思います。大体アロワナは、まあ、口のところに牙っていうか、まあ、歯はちょっとあるんですけども、基本的にまあ飲み込む感じですね。あとはまあアロワナの胃は結構強いって言われてるんで、ミルワームとか以外のまあザリガニとか甲殻類のご飯とかをあげると、もうそんな感じで甲殻類でもまあ消化できるような強い胃を持っています。で、基本的にだから噛み砕くんじゃなくて、基本的に一気に飲むような感じで、一口でこんな感じで噛み砕かないで、もう一口で飲むような感じになります。じゃあ大体こんな感じで、今回はアジアロワナにご飯をあげていく動画でした。またじゃあ次動画作っていくので、もしよかったら見てみてください。じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。